よいしょ、こんばんは、ようこそ。素早い動きをする人です。どうもこんばんは、ようこそ。はい、今日は第3スタジオからお送りしています。何個スタジオがあるんだ。はい、第3スタジオからお送りしています。今日はちょうど80回スペシャルです。はい、ありがとうございます。皆さんいつもありがとうございます。はい、大したことないですよ。第1も第2も第3も方角が違うだけです。お部屋が違うんですけど、さあなぜかと言いますと、はい、昨日ですね、配信で、昨日のライブ配信では、あ、今日マイクつないでないですから、ライブ配信、昨日のライブ配信で、まあ、新しいねプリアンプが来ましたと。これ M ファクトリーのちびちゃんがね、やってきましたよってお話をしてました。はい、それがですね、これは私の問題なんだと思うんです。はい、ノイズがやっぱりこれ解消されなかったということで、で皆さんに電気が悪いと散々言われまして、エリアを変えまして、ちょっと今日は、繋いでみたいなと思うんです。おそらく違う線、電源のね、線だと思うんですよ。で、アースがどうだとか皆さん言って、私もアースについてすごく調べました。本当に電気の、ね、知識がなくて、で昨日の配信の後、お友達の水井さんっていう、電気工事でおなじみの水井さんに相談、連絡したんですけど、ちょっとタイミング合わずに、今のタイミングまでにはちょっと連絡が取れなさそうなので、一旦は私ができる範囲のことをしてみたいと思います。今夜もお付き合いよろしく。すいません、あ、スクショタイムかなと思ったんですけど、で、アンプ自体のアース逃がすやつがあるんですけど、アースを逃がすコンセントがないんですよ。入り口がプラグか、コンセントは先っちょのことだもんね。入り口がないんですよ、アース逃がすやつが。で、冷蔵庫、皆さんが注目されていた冷蔵庫のアースに関しては、アースを逃がすための入り口みたいなのが、こう冷蔵庫の上のね、こう電源取るところにあるんだけども、冷蔵庫の出てるコンセント自体にはアースの逃がすためのぷよよよっていうやつがついてなかった。だからちょっとそこはまだね、整理してないです。で、昨日のエリアで、あのあとは同じギターで、線変えたりしました。同じシステムを積んでいる別のギターで全く同じノイズになります。で、別のギターを挿します、ノイズが出ません。はい、こういうとこ、ここまで来ました。はい、なんでなんだろうなと思いながら、あ、ヨーチー、宝箱ありがとう。はい、そんな、昨日の振り返りでございます。ちょうど80回目にふさわしい、振り返りの今日です。いっちゃんこんばんは、ようこそ。はい、ヘボスケ、ん、場所が違う、そう、第3スタジオです。はい、クラマックスこんばんは、ようこそ。おくちゃんこんばんは、ようこそ。よっちこんばんは、ようこそ。グラニギアこんばんは、ようこそ。はい、そんなわけです。今日もスマホでやってるので、ガタつきます、私がコメント探しに行くと。はい、このエリアにはですね、1ミクロも持たぬ、この結構持つと重いですね、1キロのダンベルがあります。はい、やりません、置いておきますから。はい、よし。で、あ、落ち、またチューニングをし忘れました。今線が全部つながったんだけど、あちきがチューニングしなかったせいで、もうちょっと待ちください。いや、かなかなかね、よいしょ。去年から、去年のさ、2月ぐらいから配信やったのか、2月、3月ぐらいから配信を始めて、もうね、1年経ちますね、間もなくね。で、80回ですか、今日でね。ずっと数えてこなかったんですけど、よし、数えてみようと思ったら、80回でした。
メモってたんですよ。新しい仕事が、音楽じゃないんですけどデザインの方の仕事が舞い込んできまして、デザイナーひろことしてデザイナーひろこデビューしました。はい、だからもうなるべく本当に日頃からおしゃれでいようと思いましたよねデザインの仕事が入ってきた途端やたらおしゃれを気にかける私です。あ、ちょっとね、これもうパジャマで寝巻きのまんま配信やらないってなんとなく思いました。今やる時も来そうな気もしますが、はい、クイーン、お、5枚ももらっちゃった。はい、ありがとうございます。ゲートしました。では早速昨日の続きになりますけれどもね、つないでいきましょう。インターフェースつないだ、直接アンチョクアンプチョク言ってる、これでノイズが出なければ、はい、本当にアース関係、お家の作り電気の問題になりますね。ここでも全く同じタイプのノイズだった場合は何が原因が考えられますか？でも、もう今日これでノイズが出た場合、私はどこか別の場所にアンプを持ってなのか、アンプをお借りして、あ、ちなみに、同じエリアなんですけど近くにスピーカー、別の PA セットが組んであるんですけど、 PA セットの方の音も全く同じノイズです。はい、やっぱりハイのところを上げるとノイズになりました。では、緊張の一瞬です。せー、あ、ちょっと待って、その前に、姉さんつって、おーちんからメッセージ来ました。はい、ありがとうございます。はい、姉さんですよ。みんなクイーンゲットしたんですね。ヒロさん、ヒロ1991、はい、お初です。クイーンありがとう。うん、よかったね。はい、よっちやったね、ありがとう。はい、研究もありがとうね。よっしゃ、ちょっと待って、めっちゃ揺れるやんけ。よいしょ、じゃあ、まあ、いっか、コメントこのまま出しとこう。じゃあ、緊張の一瞬です。いきます。せーの。お？お？あ、出てんな。出てます。でも軽減してる？限りなく少ないかな。今これフル。音量を12時ぐらいにしておきましょうか。これフルですね。いるよね。どう？いるね。います。ノイズがいまーす。マジか。あれ、今消えてる。どういうこと？あ、また乗り出した。ノイズが乗ってる時と乗らない時がある。どういうこと？ね、電気屋さんいません？今ご覧いた、45人も見てる。なんでどうしたどうしたね、58人も見てる。なんでどうしたある
アンダルシアに憧れて、あ、歌リクエストをしてくれてるんだね、ありがとうございます。昨日までよりはだいぶいい。本当だね。え、やっぱ電気の問題なのかな。え、ちょっとご覧いただいている方で電気関係のお仕事されている方または詳しい方いますか。あ、消えた。ねえ、なんでなのねえ、なんでなのねえ、なんでなの。あ、また鳴り出した。本当になんでなの。やっぱこれはさ、ピックアップに問題ないですか。こっちね、例えばさ、あのね、こんな私がピックアップを触ったりとかしてノイズを確認するっていう状況を96人もの人が見てくれてるっていうのが申し訳ない気持ちになるよ。ね、今日はね、ね、なんでなの？本当にごめんね、あの90人以上の人たち。あの今日は M ファクトリーという機材のノイズを確認しているという。歌わないんかいって言って、歌う人ですか。そう、歌う人なんです。最近新調した M ファクトリーと M ファクトリーっていう、プリアンプピックアップのちょっと今試奏してるんですけど、ピエゾとマグのバランスノイズ調整できる。あと、どこで、どっちの話、どこでの話、ギターかな。ギターの方の調子が悪いとなると送んなきゃいけないよね。まあ1本ずつ送るか。でもこう全く同じノイズがさ、もう1本の方のローデンでも鳴るんだよ。聞いてる今ノイズ、ギターかな。あ、鳴り始めたね、またね。ギターの方だった場合はやっぱ三好さんにギター一回出さなきゃダメか。明らかに落ち込んでてごめんね、本当に。いや、でもあの今日本当にこの2日間かけてプリアンプのこのオープンから、ちょっと前髪が浮いている、あのオープンからオープンしてみんなで見てもらったところからなんかチェックまで一緒にできたのすごい良かったなと思います。本当にご協力いただいた皆さんありがとうございました。そしてご覧いただいている方で電気屋さん、電気工事関係にお詳しい方、アースの逃がし方に関して詳しい方、ぜひメッセージください。コメント欄というかメッセージというかやり取りができる方がいいなと思います。よろしくお願いします。はい、ギターとアンプの距離で、あ、実際にテンションとかね、まあそうですよね、うん、電気に詳しい方がいいです。本当にそれは強く思いますが、よし、じゃあもうしょうがない、歌おう。しょうがないっておかしいけど、しょうがない、もうみんな、だって今日はこの場所だったらさ、ノイズが出たり出なかったりラジバンダリぐらいなんだからね。ね、一個ぐらいちょっと歌ってみようか。ちくしょう。おっと、ごめん、ガチごめん、あ、ちょっとごめん、マジごめん、ガチごめんのマジごめん、よいしょ。なんかね、そうね、いろいろ試す価値はあると思うんだけど、だいぶ頑張ってやってきたけどね、うん、むむむむ、これたくさん見てくれてるのは歌えって感じ、それともあの機材のこと聞かせろって感じ。機材のこと聞かせるかもね、案外機材好きな人多いですよね。私も比較的好きな方だとは思いますけど。すいません、すいません、ちょっとね、よいしょ。じゃあ今日は第3スタジオからね、生音でごめんね、あの
ノイズが乗ってますよ。ヘイヘイ、ノイズが乗ってますよ。スピーカーとマイクの位置が絶対に悪い。はい、消えたもんね。シールドとか電源の可能性もあるか。ちょっとこれはまだやってないから後でやってみようと。じゃあ、今日もね来てくれてありがとうございます。したのは奇跡でした。本当だよっちゃん、ありがとう。本当だ、後ろのクッションがちょうど頭の上に面白すぎません、それめっちゃおもろいじゃないですか。つなげるのやめよう。よいしょ。これね、だいぶ昔にニトリで買ったクッションですね。物持ちいいな。潰れてないです。乗っかってないか特
時々こうやって肘乗せます。腕って重いんですよね。腕ってこんな重たいんだって感じですけど、はい、この第3スタジオは普段のスタジオちょっとちょうど真反対みたいな感じですにありますね。でこれ知ってます？ちょっとよいしょ、もう超逸話ほこりがあのね、今日今あの明かりが足んないしライトがないんだけど、こうあの何でしたっけ、太陽光で、あの黒いものに反応してこう 熱を吸収するってあるじゃないですか。それを利用してこのプロペラ部分が片方だけ黒くなって片方だけ色が違うんですよ。だから黒いところに当たると押し出されてこれが回るみたいな。これ別に充電とかもしないし、本当なんかよくさ会社とかなんかデスクの上とかに置いてあってこうやってずっと揺れてるやつあるじゃないですか。あの太陽光が当たるとこうって揺れてる、あれみたいな感じなんだと思うんだ。原理は太陽のが出てる日だけトクトクトクで、逆にこれをテーブルとかに置いといてテーブルで反応しないところもいっぱいあるんですよ。こんなに日が入ってきてる気がするんだけどなと思って、でこうやっていろいろあちこち移動させてたら、どうやらこのエリアが一番で、このエリアにあのこれも太陽光でね充電するタイプ の私の時計なんですけど、このセイコーですよ、日本のねセイコーの、なんかいつだっけな、 なんかの機会にすごい頑張れ私って思いで、これ10万円ぐらいするんですよ確か。なんかすごい頑張って自分の中ではとってもいい時計を自分にプレゼントしたんですけど、これが太陽光を浴びないと充電できないんで、一緒にいつもこの子が回るところにこの子が回るところにこの子置いとくみたいな感じです。いつもセットに置いてます、ね、手首細くないですか私わかんないよね。そこの時計すごいお気に入りなんですけど、最近アップルウォッチばっかりしてるから全然あの機会がないですね、つける。大好き。これは本当誰にあの頼まれるわけでもなく選んでもらうわけでもなく、自分で自分のためになんか買いましたね。あの洋服とかさ、こういうのはねもちろん誰に選んでもらうわけでもなく決めるけど、なんかこうちょっといいお買い物したやつとかですねあとこれはパーカッションです、コンガですね。はい、金属いつから OK に、あこれ金属アレルギーが大丈夫なやつなんですよ。だから数少ない私がつけられる金属の時計でさ、金属アレルギー対応みたいなやつなんで大丈夫なんです。これ今日耳につけてるやつももちろんそうですね、金属アレルギー対応のやつしかつけてないですよ、うん、もう金属アレルギーの人はベルトとかが例えばこうしてさ、お腹とかにこうくっついたりするじゃないですか。あとズボンの金具の例えばさ、こういうやつだとこうボタンの裏側、ボタンの裏側が皮膚に当たってるともうすごく丸い形でただれてきますからね。はい、細っつって、ね、手首だけはね昔から細いのよわかりづらそうよね、手首だけは、他はそうでもないです。さてと、うん、歌い始めたら視聴者がめっちゃ減って、あの歌いながら落ち込んでたけど、よっちが後ろのクッションがちょうど頭の上っていうので面白くて元気が出ました。おかんありがとう、特別な音。はい、裏のコンがクロスさんのポジション狙ってんのいやそうね、昔からありますね。うん、15年ぐらい前かな、このコンガ買ってうちにあるのは。なんか一時期パーカッションはい回っててずっとやってたので、うん、サポートでもパーカッションをやったりしてたんですよ。手がね本当に痛いのでやめました。すぐ行きます、挨拶だけ。ヤッシーありがとうございます。はい、お仕事頑張ってください。
い、フォローありがとうございます。はい、手首も細い。そうなのよ、手首が、手首だけ細い、手首だけね、妻はそんだけです。ちょっとこれはじゃあ頭に乗っかっちゃった腹立つからこの辺置いておきますからね。はい、これはね、ちょっとその辺の布と、下はあれですね、ベーゴマの台です。ベーゴマをするための、でももうベーゴマもやってないですね。なんかお仕事でもらってそのままにしてます。さて、もう今ノイズの音ないもんね。あ、お降ってるからだわ。なんだろうね、まあ最初は今乗ってないわ。凛となる あなたは不倫のようやね、 俺の中で凛となる。 海へ向かう階段の途中でのあなたのバカ笑いさえも、風で凛となる俺の中で。秋の頃に美術の学校で教わったことを、未だにこの俺は忘れちゃいないぜ。綺麗と美しいが全然違うんだということ、未だにこの俺は忘れてないつもりだぜ。あなたは不倫のようやね、風で凛となる海へ向かう階段の途中でのあなたのバカ笑いさえも、風で凛となる俺の中で凛となる。
3代目魚武浜田何さんだっけ浜田隆史武史さんだっけ忘れちゃったの歌でした。はい、グラニギアスさん宝箱ありがとう。私も開けてみようかな。みんながきっと喜んでる。これ1枚ゲットしました。ありがとう。出すやつをさ、ギターにつけるパターンってあります？よっちよかったらリクエスト曲を送ってちょうだい。あの今日カポがね紛失してまして、今日もまたノーカポで歌える曲ばかりとギターの曲、まあ、ピアノの曲でもギターに変換することになります。今日はご了承ください。街はイルミネーション、雨で頬を濡らして私を置いてゆくの。息を潜めてるお揃いのマグカップ、笑えないストーリー。穴の開いたような心は風と星のいい世界だ。私にはまるで地獄さ、涙が出ちゃう。会いたくて会いたくて会えなくて会えなくて、こんな気持ちがどうすりゃいいの。切なくて苦しくて愛しくて愛しくて、あなたがほら足りない。大きな内臓を子供に詰め込んでも空っぽのまんまだ。息を潜め星のいい世界だ。私にはまるで地獄さ、涙が出ちゃう。会いたくて会いたくて会えなくて会えなくて、こんな気持ちはどうすりゃいいの。切なくて苦しくて愛しくて愛しくて、あなたがほら足りない、あなたをほら愛してる、あなたが今足りない。お送りしたのはパズルでした。
ゆうちさんよかったら私だけ忘れて OK ありがとうわかんないけどなぜか投げっちゅうをする私。これもともとは5カポで作ってるから結構高いんですけど、あの最近は低くねして歌ってるんですね。でこのさ幅がギターのこの幅が変わってくるじゃないですか、高くなるにつれて。だから五カポの字だからこの辺でさ結構狭々しくやってたんですけど、こうカポなくてこっち引くようになってからだいぶなんか手をいっぱい広げないといけないっていうことが発覚いたしました。朝か車で話したり、なんともなんともキスしたりしてさ、だけどもう別れたね、見えなくなるまで手を振るよ、二人愛した子に罪はない、罪はない、だから私だけ忘れて、好きだから私だけ忘れて、より嫌いな数の顔をいなのに涙がほろり、私私君が好きなんだ、数えきれない喧嘩とか、数えきれない涙とかキスとか、これでもうお別れたね、見えなくなるまで手を振るよ、二人愛した場所に罪はない、罪はない、だから私だけ忘れて、好きだから私だけ、私だけ忘れて、好きだから好きだけど私だけ忘れて、二人愛した場所に罪はない、罪はない、だからわたしだけ忘れて。
送りしたのは私だけ忘れてでした。よっちリクエストありがとう。こちらこそありがとうね、よっち、いつもありがとう。はい、さて今何時？ちょっとね、今日まだねこの後仕事があるので、ちょっとじゃあ次の曲でラストにしようかなと思います。なんか前髪がツルツル、なんでだろう、シャンプー変えたからかな。はい、ヘボスケパチパチありがとう。弦の擦れる音が好きそういうことじゃないこういうことじゃないグレニーギアさん、あららら、ダニーちゃんありがとう、大きいハートくれたクマちゃん、ありがとうクマちゃん、わお。ダニチュリクエストソング、ダニチュのリクエストソングで今日は最後にしようかな。あと いろいろ問題があります、まずここは第3スタジオなので、ピアノがありません。そして、カポが紛失したために、ギターのノーカポでのご対応となります。はい、それじゃないね。あ、コッチーさんいた、こんばんは、よこそやたらグラニンギアさんが、あ、この弦の擦れる音好きって言うから擦ってみました。違う、そうじゃないダニチからのリクエストソングがありましたらば、私はそれを歌って Tonight ラストソングとさせていただきたいと思います。それまで私のインストゥルメンタルソングをいっぱいいろいろお送りしてます。壊れない私いけると思う。ちょっと歌詞だけ出すね。結構あんまり歌ってないわからね、タイトルが。そういう曲はちょっと壊れない、あの、まあ、デザイナーひろことしましては、やっぱり今後もデザインの仕事は増やしていこうかなと思ってやれるんで、これからもね、まあ、本当にデザインと音楽とちょっとデザインの仕事になって、今回ちゃんと多分ねご依頼いただいてデザインの仕事するのはちゃんと初めてなんですよ。ただこの直近1ヶ月以内にすごいですよ。あの今昨日一昨日か一昨日急に来て今対応させてもらってるのが名刺のご注文、名刺のデザインのご注文いただいてて、それがなんと3件まとめて、しかも、まあ、一般の中人とかではあるんですけど、あの役場の行政の方からのご依頼なの。行政の方が配るお名刺のデザインをやらせてもらって、来年度の春からとりあえず3人の人は私がデザインした名刺を町、三部町、地元のね三部町の代表として配ることになりました。この3人は3人から受注を受けて、おお嬉しいみたいな、頑張ろう頑張ろうっつって、で可愛いんですよ名刺自体も。多分私はそうデザイン広く応援しますよっちゃありがとう。だからもうなるべく本当にもうあの何ですか、パジャマとかでは歌わないちゃんと着替えておしゃれな雰囲気で、なんかほらネックレスとかしたらおしゃれそうじゃん安易安易でしょ。デザイナー先生ありがとうございます。そうよデザイナー先生よ、頑張るわ。お、みんながハートをゲットしている、ハートじゃないクイーンだ。それで行ってみましょう、生音で行こうかな。ちょっと待って、デザイナーひろこ、デザイナーおしゃれ袖が邪魔してギターが弾けない。おしゃれ袖をしまいました。やっぱりデザイナーひろこはなかなか難しいですね。
ながら読みかけの本でも読みたいな。休みには家族でドライブ、彼でも誰でも何でもいい。時には猫のラリサに遊んでもらったりしてさ、脱いだままの抜け殻の服、畳むことなく増えてゆく。モンハンだってティガレックスのところでクリアできずにまんま、些細なことで悲しくなれる世界と中途半端な私。ああ、くじけそうだ、体も負けない強さを。くじけそうな時は、ああ猫になって上手に甘えたりなんかしたいな。からお風呂は明日の朝入ることにしよう。メイクする時間なくて何度マスクだけしてお家を出ただろう。あれもこれもどれも全部、あだって時間がないんだ、だってくじけそうだ、壊れない私が欲しいよ。心も体も負けない強さを。くじけそうな時は、ああ猫になって上手に甘えたりなんかしたいな。壊れない私が欲しいよ。はい、ありがとうございます。お送りしたのは壊れない私でした。ダニチュリクエストありがとう。今日のリクエストとお歌は今ので最後です。はい、そしてこれは春からだね。コインありがとう。みんながゲットしたみたいよ。私も1枚ゲットです。ありがとうございました。さあ今夜も本当にたくさんの方にご覧いただきましてありがとうございました。なるほどです。はい、おちんメッセージありがとうございます。よち寝てないよ寝てないよ。うん、そうだね、私は本当によっちからのコメントがなくなると寝たかなといつも心配してるけど、寝てくれていいんだよ、全然いいのよ。はい、で今日はいつですか。今日は何曜日でした。土曜日、明日日曜日。まあ今ちょっと頑張ってさ毎日配信はしてるんだけれど、どうしようかな。明日は一応今のところお休みで、記念すべきちょうど81回目の配信を一応また27日にやるということにさせてもらおうかなね。急でね、急にまた25とか20、月曜日はねどっちみちね難しいんですけど、あの世田谷、あ東京に行ってますね、世田谷 FM に行ってますのでちょっと難しそうで、うーん、そうね、27の水曜日の予定です。はい、またなんかひょっこりやるよって時はストーリーズとかあげるので、ぜひね、あの私の投稿が少ない日でも見に来てください。ヨロピクルです。はい、うん、みんなゆっくり寝てくださいね。今日は土曜日ということで、明日お休みの人も多いだろうし、休みを返上してお仕事してる人も多いと思いますが、あの体に気をつけて。明日は全国的にも少し暖かいみたいですよ。かといって気を抜くと風邪ひきますからね。はい、水分いっぱいとって
ゆっくり休んでください。たくさんのコメント今日もありがとうございました。みんなのいいねもありがとう。そしてコインもありがとうございます。ギフトもありがとうございます。ギフトをくれた、森のくまさんありがとう。けんけんありがとう。おうちんありがとう。グラニギアありがとう。いっちゃんありがとう。へぼすけありがとう。よっちありがとう。ダニチューありがとう。皆さんからいただいたギフトは広告などちょっと大事な曲が、発表されるときに広告などにしっかりと使っていきたいと思います。はい、皆さん本当にご協力ありがとうございました。それでは一応また来週水曜日にお会いしましょう。夜9時です。それじゃあゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。バイバイ。うっかり明日もやったらごめんね。